はい、この写真はですね、心霊スポットに出かけた際に撮影した写真の一枚なんですね。金網のところにオレンジ色の発光体、そしてその後ろに白い顔のようなものが浮かんでいるのがわかります。ここは幽霊の目撃情報がとても多いところと言われていてですね、この写真にもその霊体が現れたようなんです。色が赤いのは怒りを表していると言われているんですね。これは地下鉄のホームで撮影をされた写真なんです。部活帰りの女の子たちが写っている集合写真なんですけれども、一番左側の女性の後ろを見てください。よく見るとですね、女性の横顔が現れているんです。その表情は非常に悲しげに見えますね。この地下鉄で亡くなった霊体なのかもしれません。今でもこの場所を離れることができずにいるのでしょう。これは昭和の時代に撮影された心霊写真なんです。右下にですね、水泳の帽子をかぶった女の子が楽しそうな感じで写っているんですけれども、その左の方にですね、大きな顔の幽霊が現れているんです。その表情からは女性とも男性とも撮れるんですが、何かを語りかけているような感じなんですね。目の中は瞳孔が見えず真っ黒になっているんです。心霊写真の幽霊はほとんどが目がこのようになっているんですね。この写真は東南アジアのインドネシアの学校で撮影をされた写真だと言われているんですね。楽しそうに子どもたちが集まった集合写真なんですけれども、その背後の真ん中にこの世のものとは思えない少年の姿が映り込んでいました。この子どもたちと同じくらいの年で亡くなった幽霊、楽しそうにしている彼らのもとに現れたのではないでしょうか。顔は真っ黒なんですけれども、笑顔だということがわかりますね。とても怖い一枚です。はい、この写真は見たことある方も多いと思うんですね。結構有名なものなんです。これは日本のテレビ番組の探偵ナイトスクープ、この番組の一幕でお坊さんと話をしているところをキャプチャーしたものなんですね。風呂場の電気が勝手につくのが霊的なものなのかどうかというのを調べてほしいという依頼があったので、このお坊さんが呼ばれたんですね。非常に和やかな雰囲気なんですけれども、この写真の奥の方に全身が黒くて足が消えている幽霊が映り込んでいるんです。そのいでたちはまるで死神のようなんですね。なぜこのような場所に出てきたのでしょうか。電気が勝手につくことと関係していると思われます。はい、この写真は結構有名なものなので見たことある方も多いのではないでしょうか。3匹の猫を撮影したものなんですけれども、カーテンの隙間からですね、部屋の中を覗いている猫の顔が現れているんです。この非常に空間がない位置にですね、猫が顔を出せることはできませんので、これは猫の幽霊ではないかと言われている一枚なんですね。私は過去に犬の霊体が現れた心霊写真っていうのを多く紹介しているんですけれども、猫でここまではっきりとしたものは見たことはありません。